今回はアフターエフェクトを使って一人二役でくるくる回る映像を作ります。どんな映像かというとこんな映像です。今回の合成ちょっとうまく説明できないかもしれませんが、とりあえず説明してきます。この映像の場合どちらから撮った方が良いというのは特にないんですが、刃物を持っている人物が映っている映像を A とします。逃げている人が映っている映像の方を B とします。このような撮影の場合は照明などを気をつけてなるべく同じ色合いにした方がいいと思いますね。今回もマスクを使って合成していきます。編集ですが、最初に刃物を持っている女性の A の映像をメインにします。次に逃げる側の B の映像を重ねます。重ねた映像をマスクで切り取るとこのような映像になります。映像を進めていくと逃げている女性が B のマスク範囲から出てきます。ここからはマスクの範囲を広げず B 映像をコピーしてさらに上に重ねてマスクから出た箇所をマスクで切り取って補っていきます。 A 映像も B 映像に重なってきたら A 映像をコピーしてさらに上に重ねてマスクから出た箇所を切り取って貼っていきます。 A の映像が完全に B の映像のマスク範囲に入ってきました。 A の映像のマスクの境界線を何層かに重ねます。 A と B の映像色に差が大きいときは外側の境界線のぼかしの範囲を大きくしていきます。 B の映像も同様にマスクの境界線を何層かに重ねて外側のぼかしの範囲を大きくします。これらを繰り返すことによりくるくる回る映像が出来上がります。今回の合成をフルバージョンでご覧ください。